はい、皆さんこんにちは。ミミタンです。今日はですね、日曜日なんですけど、今もう12時20分過ぎです。すごいお天気でサイクリング日和なんですけど、もうね、朝起きるの諦めましたね。今日は西新井大使っていうところに行ってみようと思っています。で、西新井大使はボタン園が有名みたいなんですよね。私まだ行ったことないんですけど、東京でボタンというと上野の、なお寺の名前忘れちゃった、上野にあるお寺が有名なんですけれども、そこよりも規模が大きいみたいなので、ボタン園が全部で3つあるのかな。第1ボタン園、第2ボタン園、第3ボタン園。初めて行くのでね、あんまり遠くはないんですけれども、荒川経由でキッチン取れたてのあたりからサイクリングロード降りて行くのかな。ちょっと行ってみたいと思います。しましたね。ポカリと、あとこれジェリーと、あとこれね、フレンチクルーラー。はーい、今セブンイレブンで休憩してます。休憩するほど走ってないんですけど、一応荒川の左岸河口のあたりから出発して、鹿島、あれ、どう忘れちゃった、鹿島大橋だ、キッチン取れ立てのところの橋の手前でサイクリングロードを降りて住宅地の中を走ってきたんですけど、なんかいい感じのところに出て、だいたい場所は把握できてます。あと30分も走れば着くんじゃないかな。30分もかかんないかもしれないですね。自転車境内には持って入れないので、ここに置いていこうと思います。
今ちょうど4時20分ですね。すごい気持ちがいいです。風がまだ今4月か、真夏にかけては夕方の時間帯のサイクリングがいいですよね。で、西新井大使すごく良かったです。ボタンの種類ものすごくたくさんあって、まあ、いろんな色のお花が咲いてましたね。でボタンだけじゃなくて、今ちょうどこの上にもあるんですけどね、これ見えるかな、八重桜八重桜もちょうど綺麗に咲いていたし、あと藤のお花 もうほぼ満開でしたね。すごい綺麗でした、お花が。まあ、ただ日曜日ということでね、ここ東京なので人出は結構多かったですね。でも良かったです。お昼から出かけていて、走行距離は多分、まあ、今からちょっと荒川もう少し走ろうと思ってるんですけども、まあ、全部合わせても片道、まあ、30キロぐらいかなって、往復で60キロ。そんな感じです。というわけでこの動画はもうね、綺麗な八重桜とともにお別れにしたいと思います。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。